冷えたかな。じゃあ書いてる、せっかくなんでね、ファーストクリーナーでもう今も焼いたんだけど全然やっぱ違いますね。なかなか下入らないから今のうちやっといた方がいいかなって感じで、まあ途中のやつがねいいかなって感じで、まあエンドだけ磨こうかなと思います。綺麗になったね。もう一瞬パーッとかけてちょっと磨いて、上で磨いてればアテナ綺麗になっちゃいますね。じゃあつけていきますか。とりあえずついた。いや結構大変だった。もうやっぱ今はいいよね。よし、このつなぎのとこがね、メガネだけでやるとかなり大変で、こんな感じかな。見えないか。できましたね。元通りになりました。よいしょ。いや久しぶりだな、この何もない空間一応僕はこんな感じかな。よいしょ恥ずかしいとね、どこだったかな、この辺に確かバッテリーをね、あ、これか。これだけちょっと埋められないんでね、バッテリー外すところ、うん、これはもうすぐ外せるような、こういうなんか適当なフロアマットみたいなやつで代用したんですよね。で、このね、これがね、ちょっと、これ多分 1.、まあ、1センチぐらいかな。1センチぐらいあるんだけど、若干ね、このここが高いんですよ、これが。これ、見なかった。これが高いんですよ。ここが高いんで、ボコッとしちゃうんで、ここだけちょっとね、でももうちょっとこっちを高くするか、しないとダメですよね。で、これ、いつも使ってるカーペットの切れっぱし、この辺のやつを、これ、溝がこうあるんですよね、こういうふうな感じで。で、これを隙間にこう入れて、こうテープでバーって止めていくみたいな感じにしてますね。で、そうすると、まあ、ここがフラットになる感じで、最低限のフラットになるのかな。で、この辺を、まあ、適当に埋めると。取れ外しができるやつで埋める感じかな、型取って。まあ、前の方は適当だけどね。で、まあ、スピーカーの線はここから入っていってって感じで、これね、黒い線が、なんだっけ、バックモニターって感じですね。で、スピーカーは、なんていうの、中に台座っていうか、ビス止めるとこないんで、これ、見えるかな？ちょっと見えないね。今中にベニヤが入ってるんですよ。ベニヤ入れて、これ入れて、で、まあ止めるみたいな感じ。スピーカーがグラグラしちゃうからね、もうギリギリなんですよね、この中身が、中身っていうか幅がないんで、結構ギリで入るやつが結構限られますね。これ何センチだったかな、16センチだったかな、10センチか、10センチスピーカーか。これでもうギリギリぐらいですね、奥行きが。まあそんなとこですかね。じゃあこれでまたマット引いて配送仕様に仕上げますか。わかるかな、ワゴンの椅子のやつみたいなやつか。それがこっちだとね、2センチぐらい段差ができるかな。向こうだと5センチぐらいだったから、そうするとまあやっぱシートレールの分
上がっちゃうんだなって感じ でじゃあこの2センチをどうやって埋めるかってことなんですけど、ま、穴が開いてるとか適当にこんなの引いて、でこれ切れっぱしね、使ったやつの切れっぱしをこの辺にして段ボール、これあのホームセンターとかで売ってる段ボールで多分一番でかいやつだと思ったんだけど、これはでかいのあると思うんだけど売ってなかったですね。 DCM だから黒金屋か、黒金で買ったやつだ。でこれ配送でね、あの中にアルミのやつもあの両面テープで貼って、よいしょ、お弁当とか運ぶのにねこう畳んで箱にしてこんな感じで箱にしちゃって運ぶみたいな、そうするとこうグラグラ入れてもお弁当とか崩れないから、まあ箱に入ってるやつは別にいいんだけど、そうじゃなくて袋物に入ってるやつがあって、そういうやつを運ぶときはこれ使ったりしますね。でここの段差をなくしたいんだけど、どうしてもねここがね高くなっちゃうんだよね、向こうとの段差をなくしたいがために。でちょっと今両手掴んで一回切ります。でカーペット引いた感じがこんな感じかな。これ一番簡単なのはね、これあるでしょ、これ全部ひっぺがして、あの型取っちゃえば綺麗に入るんでものすごく簡単で、こういうシートのシートベルトのところはねこうちょっと書いてやればね、よいしょ、こんな感じ、見えるかな、こういう感じでカットしてあげれば、これ入る。で、よいしょ、こっちも収まった。で、これ分割カットできるようにしてるんです。要は人を後ろに乗けたときにこう曲がんないと、3人乗せるときと4人乗せるときあるから、これで。こんな感じ。ちょっと奥行き感がないから見えづらい。なんかずっと閉まってたから肩がついちゃってる。よし。そう、それでもね、やっぱここ段差できちゃうんですよ。どうしても1センチ。で、台車と養生用の毛布ね。こんなもんかな。あんま積んじゃうと荷物がなくなっちゃうからね、だいたいこれぐらいでいつも動いてますね。うん、これだけあればね大概のもの集めるから、 K の配送頼まれたやつはね、まあもう上まで満載の時もあるけど、そういう時はもうこういうバーとかも全部外さないといけないし、結構面倒なんですけど、まあ、バーもね100均のやつで結構もうこれが一番いいかな。うん、うちのフレキシブルなやつも良かったけど、なんかこれが一番グラグラしないかもしれない、安い割にはいいかもしれないって感じですね。あとここね、これね、こう荷物、でっかい荷物をこうグラグラしちゃうようなものを運ぶ時、これにあのロープっていうかあのベルトかけてやったりしますね。で走ってる時ね、あのこれがねカン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 結構うるさいんですよ。これをちょっとためにこれがクッションがみたいなのついてて、両方ともついてる感じかな。まあ、これもともと穴開いてるんで M6 だ、 M5 だったかな、どっちだか忘れたけど、それが開いてるんでそれを合わせて使えばいいんじゃない。なんかしら、これはもう作ったんだけどね、自分でね、こういうやつプレートみたいなのを買ってきて、あ違うな、これ自体があったのかな、これ自体があって穴が大き小さかったから
ドリルで穴開けたかもしれない。これ専用だけじゃないので、まあ、スズキのホームページ見ればなんかお高いやつが載ってるからそれでもいいと思うんだけど、安く仕上げるんだったらホームセンターで買った人が安いですね、という感じでしょうか。